まあ、ご高齢のためにもう工場閉めてたんですけど、まあ、うちのとこ使っていいよみたいな感じになってですね、なぜかお父さんお母さんと僕みたいな感じで最初はなんか朝ごはんとかをごちそうになったりとかしながら住んでいたんですがで、まあ、そしたら本当に全国からいろんな布だけじゃなくて人が集まってきて、まあ、福島のご近所のお母さんから逆に福島出身の学生の方とか、まあ、東京に住んでる方、仙台に住んでる方とかが本当にいろんなところから集まってですね、なんかものすごいテンションで作っていくうちに6000平米の布が出来上がってしまいました。で今回いろんな場所からまあ、その後、まあ、広がって来ていただいているわけなんですけど、この1年目だけでも布を縫い合わせ、まあ、ある場所に布を集めてみんなで縫い合わせて送ってくださった人たちってやっぱりたくさんいて、別府の方だったりとか青森だったり、まあ、僕が知ってる範囲の静岡の方だったり、まあ、いわゆる今回のノミネートはしてないんですけど、もうちょっと小さい動きとして、まあ、風呂敷工場というのは実際もう2011年から動いていてくださって、まあ、あといわきもすごい、そうですね、うん、いわきのみんな意思集めてやってくださって、それが2011年にまたそうですね、こういう風景が広がったのが、まあ、とても面白くて、それが、まあ、ある種プロジェクト福島のフェスティバルっていうのが、まあ、ただの、まあ、すごくいい音楽が流れていい場ができるっていうフェスだけじゃなくてですね、多分その布を送るってことだったり、一緒に縫うことだったり広げることだったり、しかもこの当時の2011年の8月15日ってなんかみんな福島自体がやっぱり怖いな、まあ、情報があんまりなかったりとか大丈夫なんだろうかって思いながら、本当にここに来るだけでもすごい一つのアクションになって、この場に来てこの風呂敷を踏みしめるってこと自体がかなり主体的なアクションになってしまった時期だったと思うんですけれども、なんかまあそういった経緯があって、まあ、この風呂敷というのがプロジェクト福島の、まあ、一つのビジュアルアイコンのような形で継続していきます。でこれが2012年になってくるとですね、まあ、この、まあ、いろんな問題がプロジェクト福島って、まあ、状況に合わせて考えていこうというか、まあ、同じことを必ずしもこれが正しいって言ってやるっていうよりは、まあ、この当時も、まあ、月替わりとか何ヶ月替わりとか半年とかで状況とか何が正しいかっていうのが、まあ、周りの意見とか場所によってとかそれぞれの考え方によって違う時期があったんですけど、まあ、この風呂敷自体がそうみたいな感じで、まあ、大きさとか形とか色が全然バラバラなものが寄せ集まっちゃって一個になっちゃってるとか、なんか1000本ぐらいのこの風呂敷を素材にした旗を作ろうということで2年目、フラッグアクロスボーダーズ、あれ？フラッグスアクロスボーダー、フラッグスアクロスボーダーザが入ったことか忘れちゃった。なんかいろいろオープンをやってるんですけど、ボーダーズですね。っていうのを、まあ、2012年に小さなフェスティバルをたくさんやってですね、それから2013年になると結構現在の形に近いんですが、まあ、大風呂敷を引いた上に複数の櫓が立っていて、生バンドの演奏で盆踊りをするというフェスティバルの形が、2013年から、開かれました。その中で、2013年愛知トリエンナーレという愛知県名古屋市を中心とした国際芸術祭の方にフェスティバル福島を開催してしないかというお話があってですね、初めてなんか大きい形で出張をすることになりました。でそのちょっとすごく深刻な話、デリケートな話ではあるんですけれども、2012年旗を作った時にいろんな場所に旗を送ってカフェでもらうような世界中複数の100個以上のイベントが開催されました。その際に、この風呂敷の染料というか風呂敷が、まあ、送られ敷かれることでそこがホットスポットになるんじゃないかっていうような、まあご意見があったり、まあ、してきたんですが、まあ、実際僕たちこれをこの布を2011年の秋の時点で展覧会にちょっと出品しないかっていうお話があった時に専門家の方に、まあ、その洗浄してない状態で染料を測ったものと、まあ、それを洗浄した上ですごく、まあ、本当にコンクリートの、まあ、バックグラウンドが限りなくゼロに近いところで測ったりの証明とかをやっていくと本当に数字が出ないんですよね。まあ、だからまあ東京で、うん、なんか福島市の 0.0
3から 0.7 ぐらいのところに1日置いた布っていうのは、まあ東京の野外に1週間弱ぐらい置いたぐらいの線量で、まあ、そんなに線量が高くなったらまあ苦労しないぐらいなことではあるんですけど、まあ一応そういうのを調べていった上で布自体はすごく大丈夫だなっていう確認は取ってるんですけど、実際それをなんかやっぱり怖いと思った人にとってはすごい怖いんですよね。なんか僕昔3、5歳ぐらいの頃に近所のサトシ君のお父さんがですね、なんかすごい普通の人なんですけどいつもサングラスかけてて、なんかサトシ君のお父さん来ると号泣するっていう子供だったんですけど、まあお父さんお母さんサトシ君のお父さんすごいいい人だって言うんですけど、まあ僕はめっちゃ怖かったわけですよ最後まで。なんかその人がいい人かどうかってことと怖いってなんか実は全然違う話というか交わらない話だったりしていてですね、まあ、すごい例えですいませんね本当に。でまあそういうケースが本当に少しだけあって、じゃあ愛知で大きいフェスティバルをやろうっていう時に、まあ、そこのコミュニケーションを取ることよりはむしろ作るプロセスとかそこで起こったこと自体が福島でもすごく面白い。